南部町多目的バス南部町多目的バスは青森県三古郡南部町のうち南部地区と福知地,地区の各地区内と南部地区、福知地区の間を縦断して運行されるコミュニティバスである。南部町では多目的バスと称している。旧長和町域を運行する南部里バスとは別路線となっており統合の対象とはなっていない。二千六年一月一日、旧 福知村、長和町、旧南部町の2条1村が合併し、新たな南部町が誕生した。それまでは、旧長和町時代からの流れで長和里バスを旧長和町域のみに置いて運行してきたが、合併後の福知、南部の各地区においても、路線拡大を目指し検討を重ねてきた。まずは2007年11月19日から12月16日の間。 福地町域、南部町域に対しての多目的バス、実証実験運行が行われた。そしてその実験運行の結果を反映し、交通不便地域の解消と各地区間の交流促進を目的に、2008年4月21日に南部町多目的バスを運行開始した。運行委託事業者は南部里バスと同じく南部バスとなっている。バス停ポールここでは、 主要停留所のみ掲載する。なお全停留所については外部リンクの不死を参照のこと。町内の鉄道駅と公共施設、病院などと各地域を結び運行する。バス停留所のバーデハウス福祉はプール、温浴施設、トレーニングジムなどを備えた南部町の健康増進施設、ゆとりや前は南部町総合保健福祉センター、ゆとりや。車両の塗装は 南部バスの一般路線車と同一。一般路線バスとの五条防止などの観点から、車体に南部町多目的バスと表記して区別する。方向幕の表示は南部町多目的バス固定で、路線名や行き先は表示されない。車両点検等で他の中型車両で運行される場合がある。その場合は正面に専用の垂れ幕が掲げられる。ありがとうございます。